もうすぐ島を離れます。松坂慶治さんです。はい、松坂慶治さん、じゃあね、また来るからね、バイバイ。じゃあうさぎさんをね見ながら、割とこうたくさんね出てきてくれてます。今からね、もうすぐ島を離れます。こんばんは。もうすぐ島離れますんでね、これ最後の松坂さん、やっぱりちょっとね、右足のね後ろ足、右の後ろ足がちょっと違和感があると思います。動画ちょっとアップしてますので、また後でね見といてください。で、うさぎさんたくさん出てきてくれてます。おーり、あっちの方はちょっと映らんかな。結構ね、うさぎさんね出てきてくれてます。うう、危ないよ。じゃあね、また来るからね、うさぎちゃん。結構ね荷物がねありますんで、両手塞がってますので、ちょっと申し訳ないです。うい、誰が誰だかさっぱり分からずね。よくいしょ。結構ねうさぎちゃんいるんだけど、餌はね、餌というかご飯ね、2時間ほど前に、着きました。もうなくなりました。同じ量のご飯がね、1ヶ月前は4回目ぐらいでやっとなくなったというパターンやったから、まあそれだけうさぎさんたくさん出てきてくれたのかなと思います。まあ、実際にねうさぎさんこうやってこう見た感じね、いっぱいいてるんでね、まあ、嬉しい限りです。で、ゴミもそんなになかったのは、まあ、あの観光客がねあんまりいなかったからかなと思います。で、このまま歩きながら、バスが走ってます。歩きながら第一桟橋まで行きます。ほい、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 ほい。結構ね、うさぎちゃん、よっしゃ、あそこ、あの辺りにうさぎちゃんがいます。ここでもなんかハムハムしてる子。この人がね、誰が誰だかさっぱりわかんないですよね。ほい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 。あまり近すぎると君顔が見えないよ。ほら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 、ほらこの子ね。で、あの辺にもまた黒い子がいるっぽい。いるっぽい。よいしょ。神社の方はちょっと行きたくないね。
どうもね、接続がうまくいかないな。どうもね、接続がね、うまくいかないみたいなんですけど、まあやってみますね。はい、うさぎちゃん、いっぱい。これね、ちょうどね、第一桟橋のところ。でも、世間はというか、結構暗いですよね。で、私ね、6時20分の、客船乗っていきます。6時20分。あ、まるちゃんさん、写真見させていただきました。ありがとうございます。かわいいでしょ？ね。ちょっと踏みそうになるから、ちょっと勘弁してよ。ちょっとこっち来たら大丈夫なんかな？第一桟橋の東屋のところって電波切れるんかな？よう分からん。さっき切れたんですよね。君たち来ていただいても、もうご飯ないの。もう2時間ほど前に切れちゃったから。ね。分かる？ね。うたちして可愛いの、ね。アピールしても無駄よ。休暇村でね、なんかクーポン券をね、5000円、6000円、なんかもらったんで、それで全部お菓子にしちゃった。あ、酒が2本入ってるわ。あんまり強くないんでね、なんかレモン酒っていうのにしてます。で、松坂さん、さっき見たんですけども、ちょっとやっぱり後ろの右足、前、噛みつかれて、痛かったいうあれのところなんだけど、どうも違和感がちょっとありそうな気がします。アップしてるんで、ちょっとまた見ておいてください。これ画面見えてないでしょ、多分。サドニーに送信しました。見えない。やっぱ止まってます。オッケー、了解。
なんか途中でねポロ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 切れますね。結構ねいろんな場所でねウサギさんが固まって追いかけてくることが多いです。なんかよくわかんないんですけどこの画面途中でビタッと止まるんですよね。で自分のアイコンが出てきて自分のアイコンだけが映ってる状態で切れてますか動かないですみたいな止まってますみたいなメッセージもらうんですけど、さっきのね研究所とかねあっちの方はねわかるんだけどね。もうこの辺の子たちはもうさっぱり誰かわかんないですね。今日ね、水の補給を されてる方がいたみたいでね、島一周周回道路ずっと歩いたら全部補給されてました。すいませんね、なんか途中で切れちゃうんですよねこれね。ご飯があればあげるんだけども切れちゃったからね。昨日ねデレウサさんに合流した時にもらっとけばよかったまあね、もらった人参はもう即完売でしたけどね。先月と違って本当ウサギさん増えてるような感じはします。でね、アジサイ広場にいた眉毛ちゃんがなんと展望台アジサイルートの展望台寄りの方に移動してましたね。まあ、たまたまなのかどうなのかちょっと分かんないですけどお友達も一緒でした。ウサギちゃん君何してんの。この影もウサギみたいないいね。で今日はね気温がね多分ね2桁あったと思うんですね。10度か11度ぐらいなんかあったかかったです。で風も少なかったですね。もうねもうこの辺りだけにしときますね。もうあっちのキャンプ場の方にはちょっと荷物もあるんでよう行きませんので勘弁して使わさい。今日はもう6時20分の船に乗って多分家に着いたら9時頃でしょう。最悪やね。でもねこれより2時間前の船に乗っても違う1時間前の1本早いやつに乗っても帰る時間一緒なんよね家に着く時間が。はい、ありがとうございます。あら、よいしょ。なんか変だ、よいしょ。はい、こんばんは。あ、枯葉の音か、びっくりした。イノシシさんかと思った。なぜ、裏がイノシシさんやからね。ここは、なんだ？イノシシ広場の裏。最近、やっぱ年やね。記憶が、ええ加減というか、思い出さないというか名前が出てこないというか、まあ言うてもねもう、来年60かそうやね、まあ、59になったばかりやけどねもうジジイですからね。よいしょ。
いや、タッチしてもね、タッチしても何にもないの。あげたいけど、お酒飲む？飲まれへんやろ。あ、ありがとうございます。気をつけて帰ります。ね。だいぶ暗くなってきたな。これどうやるんやろ。よくしょ。あんまりね、これの操作がよくわかんないですよね。わかんないところがまた素晴らしいけどね。本当にこう、うさぎさんたちはこう結構ね、派手に猪木回りますね。18日になったばかり、おめでとうございますっていいのかな？よくわかんねえや。若いね、53つとね。うん。世間的には知りませんけど。いや、でもね、私の場合は、老化早かったですね。老眼で、耳もあんまり、ちょっとね、耳鳴りがするんですね。走ってた。たーっと。こっちからも来た。逃げた。ふい。別の役者さん登場。はい、あっち。ちょうどね、松坂さんがね、シャチ君みたいな立ち位置になってるのかな、今。こう一緒にご飯を食べるのがちょっと難しいみたいな。で、誰かが来ると逃げるみたいな。まだちょっとあそこの休暇村の前の広場におるんですけど、あそこのボスかな？なんかわかんないけど、ちょっと追いかけ回されてるっぽいところがあるかなみたいな感じ。ウサギちゃん暗いよ。可愛いね君。島へ今度来られる方いらっしゃいましたらね、ご飯ちょっときちんと多めに準備しといた方がいいかもしれない。みんな腹ペコですわ。もうお腹すって、お腹減ってたくさん食べてってみたいな感じ。うん、そして誰もいなくなった。そうですね、刑事さん頑張ってほしいんですよね。まあ頑張ってるんでしょうね、彼なりに。あくまでも彼なりにやけどね。よいしょ。いなくなったな。こういうところにいるんだろうか。真っ暗で見えへんやんけ。あかんわ。お、いた。いたいた。いたから、あの人捕まえよう。捕まえようというか。こっちにおる。ほい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 。この子と、こやつと、
あとにもなんかグレっぽい、これチビちゃんかな、ちょっとちっちゃいね。うん、電車内でもいいじゃないですか。こいしょ、どうでもいいが手が冷て。あ、真っ暗だ。あ、ライブにすると真っ暗になるんだ。写真撮ると、みんな山の方に行っちゃった、みんな山の方に行っちゃった。どうもね、なんか何かが調子悪いんでしょうね。すぐ切れちゃう。で、これあの、第一桟橋のところのトイレの裏の山の崖ところです。ちょうどあの水入れがあるところの立ってるんだけど、全然関係ないところです。これ6回目かな5回目かな、もうよくわかんないや。これあの点滅してるの灯台です。光がねピカピカって光って消えたりしてるの。朝あのこの灯台の光写真撮ったら真っ暗でした。本当にね、あそこにムシャケちゃんいるね。君。よいしょよいしょよいしょ。ね、ムシャケちゃん、ムシャケちゃん。もう。今日はね、もうのんびりとこう回りながら、島を一周しながら、ムシャケちゃんたちを見て楽しんでました。うん。まあ暖かかったっていうのもありますよね。うん。昨日は寒かったけどね、風が吹いてね。今日はあのそうでもなかったです。明日は雨らしいですけどね。あんまりこう、あんまりあっちへ行くと、こう、このトイレの裏の山の方に行くと3羽いるんだけど、あっちに行くとなんか切れちゃうんで、おい出てきた、ね、ご飯があるとちょうどいいのにね、ないからね、ごめんね。もうあともうちょっとあの出演料ないからな、ボランティアで頼むよ。どうでもいいですけどお腹空いた。ねえ、
うさぎちゃんは裏の山の方で、なんか葉っぱ食べてました。一生懸命。こうさちゃんが3つかな、3倍いました。君ね、可愛いけどね、歌ってしても何もないの。残念。ああ残念。可愛いね。にゃ。近いよ君も。うん。あ、ちょうどいいぐらいかな。うん。島のね、朝はもう壮絶に寒かったですね。まあ風がないから良かったけど、よいしょ。でね、ウサギちゃん、ちょっとウサギちゃん探しに行こうかな。音してるんだけどね、いないのかな。音してる方に行くと最悪な状態になるよね。切れちゃうっていう。こっちのね、ビジターセンターの方へちょっと行ってみようかな。いないかな。いないし、いないっぽいね。いないっぽいね。いない。真っ暗やね。ほんま真っ暗やね。お、お、君、君、出てきた。えらい、えらいぞ。うん。君出てきたけど何もないよな。ほんとに。一月前はね、こんな風にウサギちゃん出てこなかったからね。はい、こんばんは。ちょうどね、日が暮れる頃、夕方の日が暮れるか暮れないかっていうような頃はたくさんいましたね。休暇村の広場のところも、道路の向こう側とこっち側とでかなり数がいましたね。ただ松坂くんは道路側の端っこの方とかにこういましたね。はい、ウタッチ。これ逃げるな。あ、寒い。マジ寒い。こうね、空気がね、冷たいの。寒いっていうよりも冷たいよね、空気がね。いわゆる雪国っぽい感じ。昼間はね、そうでもなかったんやけどね。やっぱね、4時ぐらいになると、あれやね、ちょっと気温が下がってきますね。もう真っ暗でほとんど映らなくなってきましたね。もう空も星が出てるし、今何時なんだろう、わかんねえや。あら、あっこにいた、いたいたいた。
暗闇に浮かぶウサギさんやね。尻尾の白いのが目印。あら、尻尾が隠れて顔。ああ微妙やね。さっきまでいたウサギさんたちもいないし。お、カズマヤにいた。あ、6時ですか。ということはあと、もうちょっとしたらあれですね。ありがとうございます。ウサギさんもいませんね。暗すぎます。暗すぎます。ここはねまだねライトあるからいいんですけどね。でも昨日行った展望台は真っ暗でしたよ。展望台というか展望台に行く道中、あのライトも消えてましたからね。6時20分といえばほんのちょっと前までは明るかったんやけどね。まあ、うさぎさんもいないんでこの辺で終わりにします、ね、またあのお返事とかね、コメントとか書いてくださってる方へのあれはね、まもなくお見送りが来ますよって。なんか変な音がしたぞ。お、うさぎさん発見。俺トレミじゃねえんだろうな。映るんだろうかこれ。あ、消えた。いた。あ、逃げた。映らないな。ダメだ、真っ暗だ。じゃあこれでね、もうすぐ帰りますんで本当にありがとうございました。でコメントねくださった方、またあの後ほどお返しいたします。お返事と書いてね。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、気をつけて帰ります。ありがとうございました。じゃあ切ります。はい、失礼します。